ベンソンヘッジスベンソンヘッジスはイギリスのタバコブランド B&H の略称でも知られる元々はギャラハーグループが所有するブランドで現在はギャラハーを2007年に買収した日本タバコ産業がブランドを保有しているが歴史的経緯から他のタバコメーカーにより製造販売が行われている国も多い1873年に リチャード・ベンソンとウィリアム・ヘッジスの二人が設立したベンソンヘッジズ・リミテッドによって誕生した。1878年にはいわゆるイギリス王室御用達に認められ、1999年に認定を取り消されるまでの間パッケージに王室の紋章が印刷されていた。1900年代には北米大陸に進出したが、 1928年に米国の現地法人が資本的に独立した後、1958年に米国法人が、1960年にカナダ法人が、相次いでフィリップ・モリスに買収されたため、北米大陸では現在もフィリップ・モリス系列の企業で生産、販売が行われている。日本では1974年6月1日に発売され、 タール値は2 2ラムニコチン値は1 6ラムを数えた。あとに、タール2 0ラムニコチン1 5ラムに抑えられたが1982年に廃盤になった。一方で1955年には、英国のベンソンヘッジズ・リミテッドがギャラハーに買収されたほか、1956年には、北米以外の海外部門が、 ブリティッシュアメリカンタバコにより買収されたため、1960年代以降はフィリップ・モリス・ギャラハー・バットの3社が並行して同ブランドのタバコを生産する形になった。その後2007年に JT がギャラハーを買収したことから、現在はフィリップ・モリス・ JT ・バットの3社のブランドへと変化している。 ジョーダン1991996年から2005年にかけては F1 のジョーダングランプリチームのスポンサーを務めた。当時はタバコ広告が規制される欧州開催のグランプリでは BE on Edge など自社ブランドをもじったメッセージを車体側面などに掲示していた。また、イギリスで人気の高いスヌーカーにおいては1975年から2003年に かけて、マスターズの冠スポンサーを務めていた。イギリス競馬で現在インターナショナルステークスとして行われている競争は、創設された1972年から1985年までの間、ベンソンヘッジスゴールドカップの名称で施行されていた。オーストラリアでは1980年代に世界選手権、ワールドシリーズカップなど、 多くのクリケットの大会のスポンサーを務めていた。ありがとうございます。